はい、こんにちは。今日から俺は YouTuber、サインジムの鈴木健一郎です。今日はですね、日本のアマチュアボクシング界で、最高のジャブを打つっていうね、選手に会いに、はるばる、兵庫県は西宮までやってきました。今、生まれて初めて、自撮りをしながら歩いています。それじゃあ行ってきます。じゃあすいません、今日は駒澤大学の俊介くんにインタビューに来ています。俊介くんは2019年関東リーグ戦で全5試合すべてに勝利し、ライト級の階級賞を受賞されています。その時に技能賞を獲得したんですけれども、文字通りもう日本最高峰の技術を持つボクサーです。戦績で言いますと、2019年5月11日には未来モンスターで有名な松本圭介選手にも勝利を収め、2019年6月22日にはもうこれアマボクマニアも必見の試合やったと思うんですけども、前人未到の全国8冠を成し遂げた今永選手にも勝利し、もうほんまに文字通り日本でトップクラスの技術を持つそんな選手です。今日はそんなスーパーテクニックを持つ俊介くんにジャブの打ち方、フックの打ち方をインタビューしたいと思っています。よろしくお願いします。お願いします。できてたら、ガードは落ちてても足が動けてたら大丈夫なんで、別に普段の練習から別にガードを下ろしたとこからやるって別に意識はしてるわけじゃないんですけど、って感じですよね。そうですね、まずは力まないことですね。基本なんですけど、力まずに力まず抜くことで、ジャブは、なんていうんですかね、力込めなくても、ノーモーションで、相手の不意をつけたら十分その、なんていうんですかね、顔も跳ね上がるし、ポイントにもなるんで、脱力するってことは結構大事だと思います。スナップはあんまり意識しないですね。どっちかっていうと、なんていうんですかね、どっちかっていうと固めるようなイメージなんで、自分は。ちょっと実際に体験させてもらってもいいでしょうか、はい、自分が顔の前に、この顔で受けるのはちょっとあれなんで、はい、もっと、わかりました。この普通にこう、はい、普通に、ちょっと上がっておこうかな。もうバンって受けてもらっていい。最高。もう全然そういう打点が好きなマニアではないんですけど、めっちゃ分かりにくいです。ちょっと僕思うのが、試合の時に思ったんですけど、あまりアウトを行くとかそういった意識っていうのはないんですか？そうですね。アウトも使う時は使うんですけど、基本ジャブは内からです。そうですか。はい、そうです。いやすごいな、これちょっと嬉しいね、このいや、興奮するよ。ほんまにこのね、アマボクマニアからすると、もういや、僕はね、アマチュアボクシングのジムを2003年からやってるんで、もう17年教えてるんですけど、で、実際に僕が持論なんですけど、打ち入った時って、フックで、こっちが入った時って、こっちがフックで、こっちがストレートが入るっていうような、
持論を持ってるんですけども、はい、これ内から入った時ってストレートが打ちにくくなると思うんですよ、はい、これ何か意識したあるんですか？そうですね、自分はそんなに打ちづらいっていう意味なくて、あ、そうですか。そうですね、はい、逆にストレートが結構このうちのジャブからストレートが結構自分は得意って得意。これ僕レベルの選手の話なんで、結構一直線になりがちになるんですよ、このサウスポーの位置に入ろうとすると、はい、でもこれはそうならないように無意識のうちにやってあるってことですか？そうですね、まあ、反復してこの、なんていうんですかね、こう構えを崩さずに踏み込んだりしていってる練習してる感じですよね。はい、ちょっとじゃあ、すみません、カメラの前で、はい、じゃあもう一遍見せてもらってもいいですか？なんかちょっとここら辺意識してるよみたいなのを説明してもらうと嬉しいです。まあ、大事なのはまず力を抜くことで、で、ですね、打つときに、まあ、後ろ足の蹴りっていうのも大事なんですけど、自分が意識してるのは前足のこの踏み入れっていうんですか、前足とこの同時に手を出すっていうか、まあ基本なんですけど、あとこのジャブは肩入れが大事で、なんていうんですか、この普通に手を伸ばすだけだったらここまでしか伸びないんですけど、ここで肩を入れることによってこの拳1個分ぐらい伸びるんですよ、パンチが。でこの肩入れっていうのは結構基本として自分意識してて、こう力を抜いてても最後にしっかり肩を入れることによってこうジャブの力を抜いてもこのインパクトに肩をしっかり入れるからこう力強いジャブになってますし、こう安定するんですよ、肩が入ることによって安定するっていうのがあって、でその時にこの前足のこの踏み入れっていうんですね、はい、この力っていうのが結構大事で、このインパクトの瞬間のこれ結構お、はい、ベースとして、はい、結構タイミングっていうのは何ていうんですかね、感覚的な問題でなんですよ、説明難しいんですけど、タイミングはまあ自分がこうやっていく中でも当てやすい、この相手だったら相手こう何ていうんですかね、反応できないとかそういう自分で見つけていってって感じなんですけど、基本的には力を抜いた状態からこのインパクトのこの肩入れとこの前足の踏み入れ、これをなんていうんですかね、脱力した状態からこうどんどん反復練習してこれがもう楽に出せるっていうのを、はい、反復してずっとやったら、まあ、うまくなっていく。もうメジャーで言ったら練習してあるわけですよね。まあはい、サンドバッグはもうリードだけでも打ったりするんですか？そうですね、もうそうですね、ジャブは結構ずっと昔から意識してやってたので、はい、特に大学とか入ってからも、はい、もう最初の、はい、1年生入ってリーグ戦までの期間とかも始めるときは、ね、ジャブとマンツーばっかりずっと基礎戻ってずっとやってたので。はい、そうですね、基本ですね。はい、基本ですね。あとね、ジャブってこう、はい、縦で打つ人とか、はい、解析人とかいるじゃないですか、はい、これは俊介君的にはどっちをメインに考えてるとかってあるんですか？そうですね、そうですね、こうここでこうちょっと通したいなって時は、はい、こう縦でこう打つ時もありますし、そのままどっちかってこっちの方が威力は強いんで、はい、こう絶対に当たるなと思ったらこのまま真っ直ぐ向きますし、そこは使い分けるというか。そうですか、はい、感じです。